Go home. 急に寒くなりましたね。暑が暑がいつもしましたけども、急に寒くなって、昨日今日と震えしましたね。北の方に向かうともっと寒いんでしょうけどね。このコップは70年前のものです。骨董品屋で買いました。70年前って言えばね、ここにギザギザが入ってるんですよね。下にマークも入ってて、ちょっとわかんないんですけどもね。始まりますね、こういうの。それでは今日は、麻婆豆腐。ネギザクの麻婆豆腐だから。じゃあ、麻婆春雨だ。すまん。これを取り皿にすればいいか。もう これはなかなかうまいぞ。まだこれが長いんだよね。切れないっちゅう。なんじゃこれは。よし、昨日ね、うちの洗面所の水が溢れて、水浸しになったんですよ。で、以前よく冷蔵庫にシールで貼っちゃうでしょ。水漏れ110番とかね、119番とか。前回は台所の水が止まらなくなって、そこに頼んだんですよ。24時間になってたから。で、夜中に来てもらって、一言といえば、バルブを回して、水を止めて、それだけ。これなんとかならないのって言ったら、これもうキッチン全部取り替えなきゃダメだよって言われて、大体50万円じゃないって言われてるんですよ。何に不安でもそれはねえ。結局その時は1万ちょっと払ったのかな。で、今回は指定行政だったので、まあ、見積もりと領収書出してくれて安かったんですけども。昨日変な夢見てね、僕は天丼屋やってるんですよ。天ぷら丼ぶり。で、案外流行ってたんですけども、そこに来た人は、あの有名な YouTuber の、
もう今日の人なんですけども、僕の作った天丼うまい、毎日口食いで美味しかったな。そしたらまた別の夢なんですけど、なんか妖怪みたいな怪獣に追いかけられて品川を削除されたところで目が覚めたんですけども、これってもしかして今流行りの鬼滅の刃、やばい鬼滅の刃出てくる妖怪なのかなと思って背中見てみたらね、本当に背中に傷があるんですよ。どういうこと？夢ってね、現実を映し出すって言いますからね。妖怪に襲われちゃうのかな。怖いよ、怖いよ。今日ね、血液検査したんです。前回に引き続き。あ、これでラー油ね。ラー油を巻いていきまーす。わかりやすいんですけども、前々回がガンマ GCP で140何部だったんですよ。そこで2、3ヶ月飲みまくってたら、ガンマが500に上がっちゃって、550ほどあったんですね。で、これはさ、やばいと思って禁止したんですよ。今さらながらのね、禁止なんですけども、今日、まあ、血液検査してもらったんですけども、寝るかな。ガンマ GOP が107、ガンマ GTP が22、そして肝心のガンマの値なんですが、198。そうじゃないですか。500からも生還したし。それに、前は1000から100台まで戻しましたからね、1ヶ月で。はい、お先祖様は、ひいおじいさんは、村の酒飲ましたら、横綱だって言わせらしいですね。一番すごいぞ、最初は強いぞ。やっぱ引き続くのかな、12月がそうね。これラー油入れる前は、最近ラーメンにラー油を入れる人が多いけど、麺類にラー油って案外合うんだね。このたくあんがまだうまいんだ、これな。紀州きのこは一本漬け。仏壇の卵って小さいよね。かわいい。
送します。はい、ちょっとまだ残ってますけど、ちょっとこれが限界なんで拾いきれません。小さいから。ちょびっとな香りがいいな。もう韓国のね、西動画の人番組見てるんですけど、まあこういう中にね、ラー油をもうザラーンと流し込んで、セサミオイル、ごまオイルって感じでやってるんですけど、まあこれはね、ラー油は違いますけど、やっぱりそういう一味工夫した方がいいのがね。うまいな。カブ、キュウリ、大根と野菜の漬物が出てますけど、これからもっと旬になってくると食べれるんでしょうね。うまい。非常に満足いたしました。おしゃれうまいよね。お腹いっぱい。それでは今日もここまでとします。ごちそうさまでした。